夜明けの風を切って動き始めるほど乾いた胸が癒やす何かを求めてる。傷つくのが怖くて夢からも逃げていた。辛くてもいい生きてることを感じたい。目に見えない壁はきっと今すぐ始めよう。 Fighting chance ささやかでも明日を信じてゆける。僕らだけがこの時代の未来を変えられるなら。ディストーションパンチ。兄さん、やっぱり兄さんなんだね。兄さん、僕は兄さんが死んだものとばかり思って、断崖王に、兄さんが乗るはずだった断崖王に乗ったんだ。そうすれば兄さんの考えてたことがきっとわかると思ったから。本当に兄さんなんだね。それで何が分かった？え、何って？教えてやろう、俺の本当に考えていることを。クーヤ、お前は目障りだ。え、ハイドロイレイザー。コンディション提示、レッドシグナル、フレイル生命危機領域です。断崖王エネルギーレベル 42% ダウン。消化反応弾で援護しつつ、断崖王及び乗員の回収、治療準備。断崖王、天城君、援護射撃と同時に離脱、帰還しなさい。まだ生きていた。逃げるのか、クーヤ。お前が目障りな理由が何も分かっていないようだな。天城君、帰還しなさい。三塩さんが危ないの。常に人の助けを借りなければ何もできない。人の指図を受けなければ動くこともできない。お前はそういう男なんだ。そんなことはないよ、断崖ブレード。ほう、
俺に剣を抜くとはな。少しは成長したということか。断崖よ、帰還しなさい。命令よ。クロッキャリバー、バー。断崖よ、戻りなさい。俺は次はどこにする？足か、胸か、頭か？逃がすか。兄弟喧嘩に口出しする気はないけど、ちょっと言い過ぎだろ、バカ兄貴。雑魚が。また人に助けられるとは無様だな、クーヤ。弾劾ビーム！来たか。クーヤ、教えてやろう。お前と俺の実力の差を、真の断崖王の力を、ゴッドウィング。弾劾ナンバーズの回収はフレイル、クロスを優先して、天城君はバーストの機体を回収。司令との連絡は取れた？ダメです。こちらの通信は届いてるはずなんですが。呼び続けて。大気圏上空にエクセプションらしき降下帯多数。降下予測地は日本南部。予測時刻はあと20分12秒。それでとどめを刺さなかったわけ。クロスはフレームから全部外してオーバーホールしなきゃダメだ。17番倉庫に入ってるだろう。兄さん。ねえねえ、何かなあれ。ねえってば。ちょっと待って。なんだよ。ほらあれ。先の機体とエクセプションは九州北東部に降下しました。
映像回復します。降下したエクセプションは6つ、7つ、8つ、8体です。現在被害状況確認中。むしろエクセプションの効果を幸運と思うことね。とにかく今彼女は絶対安静が必要だとしか。ミーア、ごめんなさい、状況が変わったらすぐ連絡して。これが幸運ですって。意外と脆いな。ここだ、ここだ。ダブルカット、ブーメラン。貴様らの力はその程度か。うわ、ロッドミサイル。このままでは福岡市の壊滅は時間の問題。あとのことはお願い。え？プレポーション！レイザー！どこに行った？あと10分で終わらせろだって？でもパイロットは。お願い、時間がないのよ。副司令！ゴッドウィング！容体はどう？さっきも言った通りよ。たとえ意識が戻ってもすぐに断崖王に乗れるとは考えない方がいいけど。だからってあなたが乗って何ができるっていうの？私にでも断崖王ウルと差し違えることぐらいならできるわ。ウル？断崖王ウル？そう、断崖王ウル。ウルは断崖王のプロトタイプなの。かなりの素養らしいな。テレパシストとしての。もうやめなさい。あなたのウル計画はたった今財団によって永久凍結が決定されました。ヨナミネ！合わせて財団からあなたの人体実験疑惑に関する事情聴取を行うため出頭するようにとの通達です。
貴様、裏切りおったな。私の弾劾王はすでにここまで完成しているというのに。あとは素体さえあれば、優れた素体の脳さえ手に入れれば。まだわからないんですか。あなたのその人道にもとる考えが財団にも危険視された結果だということが。貴様の入れ知恵でな、この私を失脚させ財団の犬になり果てた貴様が人道などぞと口にできるとはな。来たるべき宇宙海賊バンカー襲来に対する盤石の備えとは、唯一最強のこの弾劾王を完成させる以外ないではないか。加藤は人間の脳をパーツとして組み込んだ弾劾王ウルを作っていたの。人間のシナプスネットワークを利用して、要はダミーを作ろうとしたわけね。だからウルに空也くんのお兄さんが乗っているはずなんてないのよ。その脳の提供者が死んでしまえば組み込みようがないか。だったらさ、それ空也に教えてやれば済むじゃん。いくらあいつがヘタレでも、マナミをこんなにされて黙ってられるわけないだろうし。似合ってないよその格好。ですってよ。私の出る幕じゃないってことね。だったら自分のいるべき場所へお帰りなさい。そうするわ。繰り返します。現在入っている情報によりますと、福岡市街を破壊して飛び去った怪ロボットと複数の未確認生物は戦闘を繰り返しながら島原湾方面へ南下移動している模様です。児童先輩、どうしたって言うんです？いいから黙ってきて。痛いです。どうしたんだろう。ロブリンならここにいるのに。どうも、あ、いや、いたりいなかったりして。ちょっと待ってて、クーヤ、入るよ。弾劾王の修復状況とエクセプションの状況報告をして。副司令、状況報告は？はい。福岡を飛び立ち南下をしているエクセプションは、現在戦闘を繰り返しながら水俣上空600メートルを鹿児島湾へ向かっています。クーヤ、クーヤ、待ちなさい。あなたは重症患者なのよ。今動いたら。私は行きます。マナミ、迎えに来た。あなた誰？な、だからあれにはお前の兄貴なんて乗ってるわけないんだって。あれは兄さんじゃない。そう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 。だから一発やつをガツンとな。救うんだ、この世界。だけどあれは兄さんの剣なんだ。だから違うって言ってんだろうが。ああ、もう人と話すときは目見ろ。先輩、私じゃダメですか？西尾さんの代わり。ファーストキスだったんだからな。え、とにかく来い西尾さん。
ほら。何？さようなら。あ、待ってくれ！ダメだ！行っちゃいけない！決戦が始まった。クーヤが、マナミが、ヒトミが最後の戦いに挑む。正義の心がある限り断崖王は決して負けはしない。そして無敵の超兵器が降臨する。新戦士グレート断崖王あるある。見よ、みんなの眠気を吹き飛ばす圧倒的な超パワー。第13話無敵グレート断崖王発進、ご期待ください。